自分のこと偉いとか思っとう時は一回自分の価値がゼロになる業界とかにやっぱ行った方がいいと思うこの前さゆったちゃんとのんちゃんと一緒にさ新橋のガルバ退入一点体験入店なまあ3人でなんかちょっとさ遊びに行こうみたいな気持ちもありつつももしよかったらさゆったちゃん働いてみたらみたいな感じで軽い気持ちで私も行ったんやけどさそしたら私ってさ、まあ、そこではさ知らないわけじゃないですか。 で私の価値って全然ないんですよ。その時ね、新橋でしかもゴールデンウィークの最後の方だったからか、人がいなかった。雨も降ってて、マジで人がいなかったのね。だから客ゼロだったんよ。だから私、配信ではね、こんなにみんなが、よしよししてくれたりとか、人も集まったりするけど、そのガルバで、客をランから外立ってきてって言われて、雨の中、白のダウン着て、クソデカ看板をこう首から下げて、傘持って、私、3時間ぐらい立ってたんですよ。なんかね、これやわと思った。これやわ。<laughs> これなんすよ。 外ででっかい看板首から下げて、雨の中立ってる人間なんですよ。私っていうのはこういうのをたまにしとかないと思い上がってしまう。すごくゆった。ちゃんとのんちゃんとあとお店の女の子お二人5人寄ったんやけど、客ゼロだったから全員で外立てたで、こここれやで看板看板こうやって下げてこうやで。いかがですか？<laughs> いかがですか？ですわ。いや。でもその新橋のとこが時給がちょっと良かったの。た ま、雨が降ってたし、なんか新橋ってもともとさ、そのサラリーマンとかが仕事帰りとかにすごい寄るとこらしいの。だから逆にゴールデンウィークは人がおらんのやってって、まあ、その時店の人は言った。そういうのをたまにするのがいいと思った。新しい業界に入って自分の力のなさをしみじみと感じてます。同じところでずっとおるとね、やっぱりその自分の価値が上がったような錯覚というか偉くなったような錯覚がしがちじゃないですか。私もこの自分の配信だけでいると、ほんまに自分がなんか偉いような気持ちになってしまうんですよね。たまにそういうことをしなきゃいけない。 客が来ない日に退純のやつらを安くおきつかんの。賢いですね。で、3時間たっとって、6000円もらったんですよ。6000円。これやわ。3時間雨の中外で立って、でっかい脱税看板首にかけて、1時間ポッキリ2500円みたいな看板、ピンク色のフォントで書かれたやつ持ってやで。6000円よ。5カ稼ぐんってそうやなってしんどかったあ。思い出す、思い出す、すごく。すごく思い出せた。価値がある。 でもさこうやって配信しよったらさなんかみんな1万円とか投げてくれたりするわけやんかほんまおかしになるよでも時給2000円それでもいい方やんそう3時間でさ6000円ってよくないみたいになるやんそういっぱい稼げてるはずの夜ですら6000円かーみたいな気持ちになってしまうというかねうおっさんがネ、ね、カフェの看板持って立ってたら1000円でも女の子が看板持ってこうやって立ってたら2000円ですなそれがマン個がついてる分が時給1000円変わる怖い世界ほんまに